おはようございます。ドライトニュースの時間です。モヤンアカウントからマイクロソフトアカウントへの移行について進展があったようです。まずモヤンサポートのツイッターであるアカウントに対して返信をしました。 Java アカウントの移行の展開を開始しました。あなたのランチャーはあなたの番になるとあなたに知らせます。なんと Java 版のアカウントモヤンアカウントの移行が開始したと発表しました。そしてランチャーを開くことで移行を促すお知らせが出るようです。ただ自分のランチャーを開きましたが、まだそのお知らせがありませんでした。あなたの番というのがあるので自分はまだ来ておりませんでした。もしかしたら国ごとやエリアごとに分けて移行の準備をするのかと思います。しかしこちらのアカウント移行に関する FAQ を見てみると、まだアカウント移行は開始されていないとありました。おかしいなと思い、先ほどのツイッターを確認するとツイッターの投稿が削除されていました。つまりまだアカウントの移行は行っていないようです。モヤンサポートもミスしちゃったんでしょうね。しかしアカウント移行に関する FAQ にアカウントの移行方法が書いておりましたので紹介いたします。まずランチャーを開くと移行を促すお知らせが出るので、それをクリックします。多分イメージとしてランチャーを開いたらこのようにお知らせが出て、そこをクリックするのでしょう。次にすでに持っているアカウントでサインインするか、新しく作ってサインインします。Xbox.com プロファイルを設定しますが、 Xbox は必要ありません。そして Microsoft アカウントへの移行の確認をして完了です。以上がアカウント移行方法です。お知らせが来たら次の通りにやりましょう。以上アカウント移行についてのお知らせでした。結果としてアカウント移行はまだのようです。やはり公式ホームページやランチャーでお知らせする感じになるでしょう。アカウントの移行日として2021年4月12日が有力だそうです。しかしマイクラのプレイヤーの数が多いので、国ごとやエリアごとに分けて移行の準備をすると自分は予想しています。必ずしも移行日にできるとは限りませんね。それでは良い一日を。